皆さんこんにちは、ミクラレットの浜崎です。今日はルームツアーということで、僕の最近引っ越してきたんですけど、ちょっとお部屋を紹介していきたいと思います。もともとお店から近いところにも住んでたんですけど、もうちょっとだけ広いところに住もうということで最近引っ越したのと、あとはちょっとここのマンションのデザイン性に惹かれて引っ越してきたので、ちょっと気に入った部分とか、あとはお家でも結構アロマを僕炊くんですけど、ディフューザーを結構使い分けてて、それをどういう風にこうディフューザー使い分けてるかとか、こだわってるかとか、そういうのも一緒に、インテリアと一緒にご紹介していきたいと思います。でまずは、お風呂からですね。ここが手洗い場なんですけど、皆さんご存知の、イソップ、こちらはマウスウォッシュです。これ何がいいかっていうと、口に入れた時に結構苦いマウスウォッシュ多いんですけど、このマウスウォッシュは全然苦くないんですね。オーガニック成分で口の中の刺激もすごく少なくて、傷があっても全然染みないんですよ。あとちょっとなんか 甘いというか甘さを感じるマウスウォッシュなので、本当使いやすいですね。であとこちらの、ハンドソープですね。でルームスプレーですね。こちらはイソップは結構香りにこだわってるものが多いので、ルームスプレーは僕も全部で3個持ってるんですけど、ここは朝、顔洗う時とかにちょっとこうシュシュッとこれを拭いて、で、気持ちをこうリフレッシュして準備してるっていう感じですね。ちなみにイソップは、ストックもあるんですけど、これはスクラブが入ったハンドソープですね。こっちに比べるとやや多分洗浄力があって、しっかり汚れを落とせるタイプのハンドソープですね。浴室です。次はこの浴室のデザインにちょっと僕は少し惚れたんですけど、これがあることがね、結構最初魅力だなと思いました。あんまりここがあるところってないんですけど、これがあることでこうおしゃれに物を置けるというメリットがあります。でいつも、毎日湯船に僕は浸かるんですけど、湯船に浸かるときに使うのがこちらの、ちょっともう少ないんですけど、アロマセラピーアソシエイトっていうブランドの、バスオイル、シャワーオイルですね。シャワーを浴びる前に少し体に塗ってシャワーを浴びてもいいと、でこれをそのまま湯船にこう入れてもいいと。どういう効果があるかというと、オイルなんで結構保湿効果があるんで、湯船の中にこれを入れて、湯船に使って体をマッサージすることで、すごくこう体が保湿されるんですね。でシャワーを浴びる時に使うと、香りと一緒にこう体を流せるので、すごくこう気分よくねお風呂に入れるという素晴らしいものです。こちらはお風呂上がりとか、お風呂に入っている時にさらにこうマッサージする時に使うマッサージオイルですね。やっぱり精油の香りがクオリティがものすごく高いっていうのが一番のアロマセラピーアソシエイトのいいところかなと思います。でこれですね、メクラレットの使ってるローランのシャンプーですね。これは僕のブログとか見るとたくさん、今まで紹介してきたんですけど、紫シャンプーって髪の毛が明るい人が使う用のシャンプーと、あとリビルディングシャンプーって言って髪質改善用のシャンプーで、これはマイケルスチミュレーティングって言って髪の毛に張り腰を出すシャンプーで、これが、シルキングロヘアマスクといって、ハイダメージの人が使うと、髪の毛がしっとりするっていうものになりますね。結構ローランド使ってるとこう剥がれてくるんで、剥がしちゃった方が結構ねおしゃれなんで、僕は剥がれてきたら全部剥がして、使うようにしています。で自分たちのお店では使ってないシャンプーとか結構使うので、これオチオットってシャンプーですね。評判のいいシャンプーが一通り使うようにしています。ボディーソープが、これジョンマスターオーガニックの冬に出た、ものですね。ザクロが入ってます。でこちらがラブルケット、これは、ローズの香りなんですけど、ブルケットも最近、店舗がちょっと増えてちょっとずつ話題になってるんですけどね、イソップとちょっと違うのは精油の香りがこっちの方が少しナチュラル
イソップは結構香り強めなんですけど、ランブルケットは結構まあ万人受けするというか、精油の香りがナチュラルなので、とてもこう使いやすい癖のない香りです。でこちらはですね、メイクイット&コーっていう、ウォッシュオイルって言って、これは、1本で洗顔、乳液、化粧水すべてこう効果があるという、ウォッシュオイルですね。これも結構話題になってて、1本で、まあ、本当にこうオールラウンドに使えるので、忙しい方とかおすすめです。で歯磨き粉がメイドオブオーガニックス、まあ、オーガニックの歯磨き粉ってあんまり泡立たないんですけど、まあ、歯への刺激も少なくて、毎日使うものなので、こういうところに一個一個こだわるのも大事かなと思います。まあ、浴室はこんな感じですね。まあ、毎日お風呂に、20分ぐらい入るんですけど、まあ、その中でこうやっぱり自分の楽しみを作るっていう意味でも、さっきのアロマセラピーアソシエイトとか、あとはボディーソープもラブルケットって香り使ったりとか、まあ、いろんな香りをこう楽しむことでお風呂に入るとすごく楽しくなるんですね。まあ、ちょっとした楽しみを香りを使いながら作っていくっていうのは結構僕の中では大事にしているところとこだわっているところです。で次はこちらのディフューザーなんですけど、これはアットアロマの、アロマブランチっていうディフューザーなんですね。これはこの中に、オイルを入れて、でこの木がそれを吸って香りを、回すっていう、ものすごいおしゃれなアイテムなんですけど、これも最近購入しました。これはまず、まあ、家に入ってきた瞬間にこう香りがふわっとくるような感じで、ちょっとフローラルの香りを使うようにしてます。やっぱりお家帰ってきた瞬間って疲れてることが多いので、まあ、癒されるような香りっていうのを、使うことで、その瞬間からね、まあ、家に帰ってきてホッとするなっていう、まあ、落ち着きを得られるというか、まあ、そういう意味でもここにまずはディフューザーを置くようにしてます。で次は寝室です。寝室がねちょっと狭いんですけど、狭いのにクイーンのベッドを、まあ、置いちゃってる感じですね。ほぼほぼ通路ないんですけど、こういうベッドってなかなか日本に売ってないんですけど、やっと見つけたっていう感じですね。まあ、海外の中で最近購入して、でリネンは全て、ホテルライクインテリアっていう、ブランドのものを使ってます。まあ、こだわりとしては色合いがまずこうグレージュっぽいトーンで統一して、枕もちょっと大きめなものを飾ってあります。寝た時に全体的にこう体が沈んでいくような、もう本当全身でリラックスできるような、そんな枕を、置くようにしました。でここに飾ってあるのが、これもインポートものなんですけど、花瓶です。ちょっと金がねこう入ってるところがやっぱ可愛くて、こういうデザインが結構僕好きですね。でこれはパンピューリのスティック型ディフューザーなんですけど、イランイランとゼラニウムとラベンダーっていう香りが入ってて、ダイニングでは割と柑橘系の香りを使ってるので、寝室は逆にフローラル系を使うことでちょっとこう落ち着くような香りっていうのをね、こちらで炊くようにしてます。スティック型のいいところっていうのは常に香りをこう立たせることができるのと、あとは手間暇がないっていうところが一番のポイントです。でこちらが、さっき手洗い場にもあったんですけど、イソップの、ルームスプレー。これ実は3種類香りがあって、まあ、それぞれ香りが違うので、その時の気分に合わせて香りをこうセレクトして、ちょっと2プッシュぐらい吹いて、リフレッシュリラックスするようにしています。まあ、寝室はこんな感じで、ちょっと狭いけど狭い中にもこだわりを持って、インテリアを配置してる感じですね。シャンデリアも、ベッドにちょっと合わせて用意してみました。次はリビングダイニングの紹介をしていきたいと思います。
ここが、リビングとダイニングなんですけど、まあ、ここもそんなに広いわけではないんですけど、まずキッチンですね。最近お花が好きで、結構お花を飾るようにしてます。週に1回ぐらいお花を買いに行くんですけど、大体まあ同じお花を数本買ってシンプルに飾るっていうのがこだわりです。ここもちょっとさっきも浴室にあったんですけど、ラ・ブルケットっていう、スウェーデンのブランドのオーガニックですね。これは、食器用洗剤、こちらハンドソープ、これバニラとパチュリっていう最強の組み合わせで、バニラが甘くてパチュリってすごいなんていうの、ちょっと癖がある香りというかメンズっぽい香りなんですけど、その甘い香りとメンズっぽい香りの組み合わせのブレンドで、もうめちゃくちゃいいね。なのでこれめっちゃおすすめです。これ結構売り切れてる、こともあるみたいで、大人気ですね。コンロは3つはありますね。これはお客様からいただいた塩と胡椒を入れるものです。これめちゃくちゃ料理に使ってます。で、まあ、収納はキッチンは、まあ、結構ある方だと思います。ここは食洗機がありますね。食器とかこの辺全部入れてます。でこだわりとしては結構家電なんですけど、バルミューダが、とても好きで、これは、電子レンジですね。このデザイン性があって、でこの音がねすごくいいんですよ。この音がねいいのと、この音、まあ、こういう細かいこだわりがね、とても好きで、まあ、まず電子レンジから買って、トースターですね。これもね、あの音が聞こえるかな、これ、うん、カチ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 っていう、まあ、こういうちょっとしたところってやっぱりこう買う決め手になるというか、すごくこだわってるなっていうのが伝わってきます。でこれもここに水を入れていくんですけど、水を入れることでパンを焼いてる時にスチームが出てきてふわっと仕上がるという素晴らしいトースターですね。これは炊飯器ですね。これも、まあ、ご飯炊飯器ってどういうの使っても一緒なのかなって思ってたんですけど、やっぱりこう炊き上がりがもうふっくらして、お米が本当に美味しい、まあ、あとはやっぱり何よりもデザイン性が好きです。僕はこのシンプルな、まあ、iPhone みたいな感じというか、ホテルで言うとヘアビューみたいな、まあ、こういうシンプルなデザインっていうのは、お部屋に置くとすごくおしゃれかなと思ってます。まずはこのライトなんですけど、前まで寝室にさっきあったシャンデリア使ってたんですけど、あまりにもこのライト一目惚れしてしまって、これもインポートのものなんですけど、もともとシーリングライトの問題、シーリングライトの物件だったんで設置するのは難しかったんですけど、ちょっともう工事をしてまでつけてしまいました。このライトのこのデザイン性、なかなかこれも日本になくて、本当一目惚れしました。でそれに合わせてちょっと大理石のテーブルと、このデリアですね。これもすごい個人的に好きなデザインです。ここには枝が刺さってる感じですね。やっぱり寝室と同じでちょっとグレージュっぽいトーンの中にゴールドが少しアクセントで入ってくるみたいな、そういう多分インテリアが僕は好きなのかなって、集めてて気づきました。で、リビングですね。リビングもちょっと狭めなんですけど、一応3人掛けのソファーで、結構座るとね、ゆとりがあるというか、家帰ってきたらまずここに座って、まあ iPad で動画見たりとかブログ書いたりとか仕事をここで結構してますね。で、まあ、これもインポートのものなんですけど、まあ、このなんかデザインがすごい好きでこれも買いました。でグレージュに合わせてちょっとモーブっぽいこのカーペット、これもちょっと僕の中でこだわりです。
まあ、あとはこのテレビ台もちょっと今新しいのにしようと思ってて、やっぱりそのインポートのものでおしゃれなものをちょっと探してて、多分今月ぐらいにちょっと買ってしまうので、そちらも届き次第 YouTube にこう更新していこうかなと思います。少しずつ家電も増やしたり買い替えたりしていくので、またその都度ねご紹介していきたいと思います。であとこだわりのポイントとして、このディフューザー、これもアットアロマのディフューザーなんですけど、ソロっていうピエゾ式ディフューザーで、これすごい簡単なんですけど、この上パカッと開けたらこの中にもオイル入れてパカッて閉じて、このボタンで強さを調節すると、めっちゃシンプルなんですね。これぐらいの広さのリビングダイニングだと、これ1個でもかなり香りが広がります。でリビングとダイニングっていうのは、あんまりその香りが強いものを使ってしまうと、まあ、ご飯とか食べるので割とナチュラルなものがいいかなってことで、僕は柚子とか、オレンジとか、グレープフルーツとか、そういう柑橘系の香りをこの辺で炊くようにしてます。ここはねトイレなんですけど、トイレもちょっとやっぱこう可愛らしい絵が飾ってあって、やっぱお花が好きなんで、トイレは成果は置いてないんですけど、ドライフラワーだったりとか、あとトイレにもこのパンピューリのスティック型ディフューザー、これも大事なんですけど、これはちょっとミントとかが入ってすっきりとした香りです。トイレにはまあどっちかっていうとミント系の香りを使うことで、まあ消臭効果もあり、さっぱりとした空間が作れるのでおすすめです。今日は僕の部屋を紹介したんですけど、まだまだちょっと買い替えたいインテリアがあったりとか、増やしたいものがあったりとかねするので、まあ、都度ちょっとご紹介していきたいなと思います。あとはいろいろオーガニックの商品紹介したんですけど、今紹介した商品っていうのは本当にいいものばかりです。まあ、イソップは使ったことがある方多いかもしれないですけど、ローランドだったりとかラプルケットだったりとかパンピューリ、この辺もすごくおすすめです。であとは、アロマディフューザーもスティック型だったりピエゾ式だったりとか、あとこういう、ブランチ型だったりとか、いろんなそれぞれ空間に合わせたディフューザーをセレクトすることで香らせ方もコントロールできると、で香りも変えることで気分も変えられると、そういうところもねまたちょっと具体的に詳しくご紹介していきたいなと思います。それでは